関西と甲子園、見事全国大会まで勝ち残って、ここまで来ていただきまして、ありがとうございます。これから2日間で、全国大会の1位を決めますが、1位入賞してるよな。優勝副賞は何？そうやな。はい、じゃあ、ということで、RS 目指して皆さんぜひ頑張ってください。はいということで、一応順番は今、じゃんけんで決めて、1位、でも茨城さん来てへんかったら、2位はこれ全然、そういうお時代やけど、茨城さん、法政二高さん、琴音さん、国学館さん、東院さん、トヨタ工業さん、中津川さん、慶応さん、経営さん、海南さんになります。それで、打ち上げもこの順番で行います。で、自動プレゼンもこの順番で行います。よろしいですか？こういう順番で行いますので、これを覚えていてください。それと、先に諸注意ですが、今日もご飯食べてもらってますけども、今日は5時からご飯食べてもらいました。で、明日は朝7時半からご飯ですと。で、7時半からご飯で、9時にアリナス毎集合で、会場に行きます。で、段取り、後でもう一回一応言いますけども、今日の夜の段階で、1校に1機ずつ機体を渡します。で、その機体を使ってちゃんとどうやって入れるかとか、どうやってそのフライトピンをセットするかとかも、それも夜のうちに自分たちでやっといてください。で、明日は、その機体を持って来てください。で、壊さないように慎重にね。それで、それを使ってどんどん打ち上げをしていきます。で、打ち上げはこの順番でやっていきます。で、打ち上げ終了後、有田席の、何時と何時に出るんでしたっけ？会社行く？お兄さん、有田席のバスって何時と何時って覚えてます？行き、そうそう。1時と1時半です。1時と1時半か。1時と1時半。ちょっとでも遅い。そう。僕1時と1時半でいましたっけ？そっか、すみません、ちょっと若干修正があるかもしれませんが、1時と1時半で、で今日会場見てもらいましたが、テントが、多分ゴムでやって、で机が1人1個、1チーム1個ありますので、そこで作業はしてもらいますけども、ちょっとすみません、バスの時間はちょっとありますが、と交渉してみます。で、多分10時に打つと、みんながポン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 やってくると、12時は全部終わると思うので。でもお弁当は向こうに12時前にしか来ないんですか？お弁当でもまあそのまま持って帰るってこともできるので、要は彼らデータ処理をしたいと思うので、あれだったら多分アレナスに帰ってからやりたいという、だから弁当それこそ持って帰るのは全然あれだと思うんですけど、ちょっとそれは調整しますね。それで明日はあれそっか、明日はだから4時からプレゼンですよね。次じゃあ自動プレゼンをやって、で7時には終わると。7時にはだから発表も全部終わって、7時からご飯を食べて、7時からは、これは更新会も兼ねてるので、まあ、高校生みんなワイワイガイガイとやってください。はい、で19日は朝7時半に食事です。で19日も、9時出発ですよね。はい、9時出発ですが、9時集合です。9時集合、9時玄関集合、はい、来てね9時で。だけど、九州でしたっけ？九州の方は早い便で行きますね。僕の車で行きます。はい、で、それは何時ってなったの？ちょっと待って。九州は、秋田9時40分だから、8時に出といてほしいんですよ。はい、よろしいですか？8時に九州の方だけは、出ておいてください。はい、何か同時関係質問ある人？大丈夫？はい、じゃあ早速。あとアリナスの、注意事項、利用上の注意がここに書いてますので必ず読んでください。夜はデイリーは9時までです。9時、本件9時です。お風呂はずっと入れます。ごめんなさい。まあアリナス門限9時なんですが、向こうに深夜出入り口あるんですけど、ただこの周り何もないです。コンビニ行くのは結構歩いて行って結構遠いので危ないから行かないでください。まあむしろ安全な話なんで何もないと思いますが、そんなことよりなんか熊に押されましたとかですね、水に落ちましたとかのが怖いので、はい、そんな感じかな。はい、じゃあどうしましょう。最初の先生じゃあ一言いただいてから審査をしましょう。じゃあ先生。大会出場していただきました。それぞれの地方予選でですね、大変厳しい地方予選を勝ち抜いてきた皆さんです。選ばれた実行だということに誇りを持って、そして自分たちのですね、プロジェクトに自信と誇りを持って、この全国大会戦い抜いてもらいたいと思います。検討を期待しております。はい、どうもありがとうございます。はい、それで、審査員はですね、私と土木先生と、あともう一人ですね、佐々木先生にお願いします。佐々木先生もちょっとご挨拶させてください。はい。突然、突然なんて私、審査員、仰せつかりましたが、まあ、地方大会でいろいろ自分の欠点じゃなくて、コンサートのいろいろ間違いじゃなくて、そういうところを直して、また、一段とブラッシュアップしてきたと思うので、非常に期待しております。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。それでは早速この順番で、発表していきたいと思いますね。じゃあ茨城さんから準備をしてください。で、時間ですが、何分やったっけ？時間が10分3分ね。10分3分ですので、こちらのカンファレンスタイマーを回します。で、これを見ながらやってください。1回8分ですって言いますので、あと10分から、発表終了。いいですか？はい。はい。はい。そうですか？はい、大丈夫ですけど。いいですか？はい、じゃあ始めてください。お願いします。皆さんこんばんは。私たちは茨城工科高校 SST R&D です。SST R&D とはスーパーサイエンステクノロジーリサーチ&デベロップメントの略称であり、この下の白いところに書いてるのが、宇宙のものづくりを研究開発する部活です。それではよろしくお願いします。まず最初に茨城工科高校の紹介です。茨城工科高校は1963年に開校し、昨年50周年を迎えました。高所のリング状のものは科学と技術の平行を表し、宇宙ステーションをイメージしております。真ん中の柱状のものは宇宙へ向かうロケットのように、初子貫徹の精神をイメージしています。そして茨城工科高校の校歌には50年前から赤色の文字に書いてある通り宇宙を目指している学校です。この写真の真ん中にいる赤鬼は平安時代に大山を拠点に京都を荒らし回った鬼の一人です。この茨城童子くんをクラブのマスコットキャラクターに選んだ理由は、昔京都大阪を暴れ回った茨城童子が今度はロケットや人工衛星となって宇宙を舞台に暴れ回るというコンセプトだからです。茨城市観光協会様よりキャラクターの使用許可を得ています。そこで今回3つのミッションを立てました。1つ目はファンサットの多層化、2つ目はリモートセンシングの検証、3つ目はヒューマンエラーの防止です。まず1つ目は多層化については、和歌山大会で使った2層基板から観察と人工衛星でも使われている多層基板に作り変えることができました。これにより以前のカンサットよりコンパクトになり、かつ必要に応じて層を入れ替えることができるようになりました。次に2つ目のリモートセンシングですが、人工衛星みたいな巨大なシステムを自分たちのできるカンサットに置き換えて実験し、データを取ったので検証をすることができました。3つ目のヒューマンエラーは、前の和歌山大会で起きてしまい、それを探るために FTA を使い、ヒューマンエラーがなぜ起きたのかを探りました。結果、手順書を作成するのが一番良いと考えました。これができた手順書です。これがエラーを LED の点灯パターンで分かるようにした表です。先ほど観察とを研究する理由で挙げましたように、私たちはキューブサットを目指しています。なので人工衛星に使われている多層化を使用しました。カンサット、ハイブリッドロケットの両方を学んでキューブサットに生かしたいです。それではカンサットについて詳しく説明したいと思います。私たちが作ったカンサットはこちらです。先ほどのミッションでも言いました通り、積層構造になっています。地方大会で使ったセンサーとは同じなんですけども、積層構造にすることによって面積が増えました。これがカンサットのシステム図です。各種センサーをマイコン2台を用いて制御し、そのデータを、Zigbee を使って地上に送っています。カメラはMbedで制御することがまだ技術的に厳しかったので、外付けでつけました。この積層構造、1層目から説明しますと、1層目には電源層です。ここの2つの端子にリチウムポリマーのこれを接続し、ここはMbed2つの電源がついています。電源のトグルスイッチの端子です。次に2層目ですが、2層目には3層目でも説明しますが、外界センサーを制御するマイコンが載っています。そしてこれが2層目で制御する外外センサーです。こちらから SCP 線、みんなご存知ですよね。SCP 線、LM60、MMA7361、気圧高度測れます。真ん中、温度が測れます。一番右、加速度が測れます。この3つを2層目のエンベッドで制御しています。そして4層目、GPS の制御はマイコン1つでは厳しかったので、外界センサーとはまた別のマイコンを使いました。なのでこれが2つ目のマイコンです。そして今回マイコンを2つ使っていますので、それぞれ1つずつに Zigbee を使いました。なので今回2台載っています。そして次に6層目ですけども、6層目は記憶層です。前回の観察では記憶層。SD モジュールは1つしか積んでいなかったんですけれども、今回積層構造にすることによってスペースが格段に増えました。なので今回マイコン1つずつに SD モジュールをつけることによってデータのバックアップをちゃんと取れるようにしました。最後に GPS、 絶対に外に面していなければならないセンサー類が載っています。例えば一番右から言いますとブザーとか、真ん中ですと照度センサー、そして一番左の端子が GPS の端子です。以上、この7層でこのカンサットはできています。積層構造というのは実際のキューブサットにも使われていますので、私たちが目指しているキューブサットの練習にももってこいだということで、今回は採用させていただきました。そして今回私たちが作ったキャリアはこちらです。塩ビ管を使っています。前回までエンベッドを使っていたんですけれども、今回はピックを使うことによって、格段に中の制御基盤の小型化に成功しました。実際に動作している様子をデモで見てみましょう。これ今閉まっている状態です。そしてここに黒いセンサーが見えますよね。これが距離センサーです。この距離センサーがこう見ますと上右左と3つついてるんですけども、このうち2つが離れればサーボは開放するようになっています。2つ、あ、こっついてた、ちょっとすいません、もう一回やります。まず電源を入れますとクローズです。2つ開くとオープンします。キャリアのシステム図はこのようになっています。3つの距離センサーをピックを用いて制御し、2つ以上離れたと認識すればサーボモーターにオープンというメッセージが送られます。丸括で他にしていくことです。サイエンスフェスタ大阪、大阪博産業教育フェア、サイエンスキャッスル大阪、小型カメラ技術研修に参加、JST の中高生の科学部活活動、復興プログラムの、ホームページに活動内容を記載する予定です。これで茨城工科高校 SST R&D の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ちょっと早めに終了しますが、じゃあ質問があれば。これ最大になっているところでしょ。音量下げてからオンにして。あ、どうもありがとうございます。多層化にするとかですね、それから中のいろいろ技術的なもの、それから構造系についてかなり練り上げられてるなという感じしましたし、出力も高そうに感じました。それで質問なんですけれども、皆さんのミッションの目的といいますか、そこのところがいまいちよくわからなかったですね。いろいろセンサー使ってるのはわかるんですが、まあ、それを何のために何を目的にそういうものを使うのかということがいまいち伝わってこなかったので、そのところをもう少し説明してください。スライドショーで押し間違えてちょっと進んでしまったので、あ、行きます。はい、すいません。私たちは将来キューブサットを打ち上げることを目標にしています。その一つの手段として練習としてこのカンサットを採用しました。そしてキューブサットにはさまざまなセンサーが載っています。そのセンサーの制御、それを学ぶためにカンサットを使っています。そしてリモートセンシングですけれども、やっぱり有線ですと宇宙に打ち上げることができません。なのでこの無線モジュールを、まずは簡単なカンサットの JigBee を練習にして、最終的にはキューブサットで本当のアマチュア無線などを使えればなと考えています。理由が飛んでるんですよね。よろしいですか。はい、手順書のところなんですが、はい、ヒューマンエラーをなくすというところなんですが、はい、今まででそのなんですか、ヒューマンエラーで起こったっていうことを考えると、普通の手順書っていうのはつまり前日からとかそういう形でその作業の手順を順番に一つずつ書いていくんですが、ちょっとなんか違うような気もするんですが、こういう手順書になった理由っていうのをちょっと説明してください。まあ、発表でも言いました通り、和歌山大会でその作業中にヒューマンエラーが起きてしまったので、今回は作業中の一から作業を表にしました。いいですかね。チェックのし忘れなどを防ぐために、このように左にもチェック表、四角いマークついてますよね。一つ一つの行動に、何やったっけ、4人ぐらいチェックをつけます。1人目はまあ普通になんかチェックマークをつけて、2人目は×印、3人目は丸とか、まあ、そのような感じで1つの項目にも3人4人とチェックをし続けることによって、絶対にこのカンサットでもヒューマンエラーをなくそうということで、今回はこのような基準書になっております。はい、例えば、はい、その電池を挿入とあるんですが、これは常に新品の電池を意識してるんです。その電池の例えば電圧を確認するとか、そういうところは入ってなくてもよろしいです。じゃあ最初ですね。そうですね。はい。はい。時間ですが、1個だけ話から聞いていいですか。キューブサットをまあ目標にしていると言われましたが、キューブサットをするために必要なものとして考えているのは、まあ、積層化の話が1個ありました。あとセンサー制御の話がありましたけど、それ以外は何かありますかっていうのが一つ、まあ、リモートセンシングです。リモートセンシング、はい、リモートセンシングっていうのはリモートセンシング技術ですね。無線を使ってリモートで動かすってこと。そうですね。コマンドボタンを送って制御しようと考えています。はい、了解です。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは次、本店のさんお願いします。これビルになるようになりました。8分で1回で10分で2回になります。この段階で発表終わりで、13分で、終了になります。お願いします。これから合成二項物理論のプレゼンを始めます。発表内容はコンセプト、期待説明、ミッションの意義、目的、内容、そして期待概要となっています。でははじめに私たちの観察とコンセプトはこちらです。被災地調査用観察を制作しました。現在日本では東日本大震災や伊豆大島の土砂災害といった自然災害が多発しています。そしてこれらは日本のみならず世界中で多発し、そして今後も発生すると想定される中、私たちはこちらより被災地に密接した観察とをコンセプトに制作を行い、救助者側、そして被災者側にもより密接したミッション構成を、組みました。ではミッションの目的についてです。今回の私たちの観察の目的は、周辺状況の調査、着地後の救出活動、救援物資投下を想定したミッション、そしてデータの視覚化というものを挙げます。ではこれらを実現するために、私たちは2期同時搭載を行うことで、より充実したミッションが組めるというふうに考えました。ですので私たちはこちら小型化、軽量化、低コスト化についても追求をしていきました。そしてこのことが追求し成功したことにより、2期同時搭載が可能となり、ミッションの幅を広げることができました。では機体説明について移ります。機体の役割1点目として、私たちは、こちら直進性パラシュートと制御機構を用いて後方制御を行い、そして広範囲にわたるデータ取得を取得可能にしました。そしてこちらは周辺の状況を把握する観察となり、こちらの名前をスカイというふうに名付けました。では機体の役割2点目についてです。こちらは先ほどの観察とスカイから上空にて小型観察とを放出します。そしてこの小型観察とがこちら救援物資と見立てた観察とであり、私たちはリリーフというふうに名付けました。ではミッションの内容についてです。今回の私たちのミッション内容はこちら被災地調査、救援物資の放出、後方制御、そしてデータの視覚化です。ではミッション内容1点目についてです。私たちの被災地調査ミッションではこちら環境の調査、そして周辺の状況調査を行います。環境の調査としては気圧、温度の測定、そして状況の把握につきましては広範囲にわたる映像撮影も行っていきたいというふうに考えています。ではミッション内容2点目についてです。こちらは観察区の放出ミッションであり、救援物資を届けることを想定したミッション、そしてこちらは後方制御、そしてリリーフの放出という2つの技術を応用した観察区でミッション内容になっています。そして救援物資を届けるという過程を用いたミッション内容になっています。そして3点目として後方制御です。今回の私たちのミッションの最大の挑戦がこちらの後方制御であります。今回私たちは GPS、 そして地磁気センサーによって移動距離、そして方向を検出し、機械本体で自律制御を行っていきます。そして万が一 GPS センサーが取得できなかった場合、私たちは加速度センサーによって算出し、後方制御を行います。そして制御機構としましては、こちら前方、そして右側にそれぞれ制御機構を設置し、紐の巻き取りによって方向を制御していきたいというふうに考えています。しかしこちらは学校からの投下実験では高度不十分ということもあり、実際に後方制御を行っていくことでどのような取得データが得られるかというのも今回の私たちのミッションの目的の一つになっています。ミッションの内容4点目としてはデータの視覚化です。こちら観察の軌跡表示、そしてリアルタイムでデータ表示、これらの2点は自作のソフトウェアを用いて行っていきます。まず観察の軌跡表示に関しましては GPS データ、そして気圧データを統合して算出をしていきます。そしてリアルタイムでのデータ表示では、ブラウザ上に可視化されたデータをリアルタイムで配信をしていきます。さらにこちらは投下時の状態を再現可能となっています。そしてこのリアルタイムでのソフトウェアはお手持ちの iPhone、タブレットからもご覧になることができます。ではソフトウェアについてです。こちらまず1点目は軌跡表示のソフトウェアとなっています。このようにカンサットが打ち上げから着地までの軌跡を描くことができます。この技術が確立したことにより、被災地のどの辺の映像データを取得しているのか、また打ち上げ場所、リリーフの着地場所、そして機械の着地場所が視覚的に表せるようになりました。ソフトウェア2点目としてはこちらリアルタイムでのデータ表示、そして再現も可能となっています。こちら注目していただきたいのがこちらマップがあります。そしてこのマップにより詳細な位置情報を数値ではなく視覚的に表すことができるようになりました。そして観察との視点もこちらで表しています。ではレスキュースイッチの説明について移ります。今回私たちはレスキュースイッチというものを搭載しました。こちらは緑のスイッチが起動、白のスイッチが人数、そして青のスイッチが水、オレンジのスイッチが防寒具、そして赤のスイッチが怪我人、そして黒のスイッチがこれらのデータを送信するスイッチとなっています。このレスキュースイッチというのは着地後の救出活動を想定したミッションであり、今後も実用可能となっていきます。では、こちらの観察とを音声ガイドで喋らせることによって私たちは利用しやすい観察と、そして、使いやすい観察とを目指しました。こちら先ほどのレスキュースイッチを観察とがしゃべるという方法を用いて私たちは音声ガイドを行っていきます。こちらレスキュースイッチの説明を観察と本体がしゃべるという方法で行っていきます。しゃべる観察として搭載物はミニモノアンプ、ダイナミックスピーカー、音声合成というふうになっています。そしてこのようにしゃべります。私はしゃべる観察です。こちらはプレゼン用に用意したものであり、こちら音声合成は文字列を送るだけでどのような形でも喋れるので、当日はレスキュースイッチ仕様のものを用意し、実際に着地後を行っていきたいというふうに考えています。では機体概要についてです。まずスカイ観察では、こちら元素機構はすみません、写真がちょっと間違っているのですが、正方形型のパラシュート、すみません、スカイの方では直進性パラシュート、そしてカンサットはこちらレスキュースイッチ、そして制御機構が取り付けられたものになっています。概要はこのようになっています。そしてカンサットリリーフの方では減速機構が正方形型のパラシュート、そしてカンサットはこのように CC レモンのものと比べても非常に小型化し、このように胸ポケットに収まるカンサットの製作にも成功することができました。概要はこのようになっていて、非常に小型化、軽量化、そして低コスト化にも成功したこちらのカンサットです。では、取得データ一覧についてです。リリーフの方では、こちらは軌跡表示を行うためにセンサーを搭載しました。スカイの方では、こちら環境の調査、そしてこちらを合わせて軌跡表示、そしてこちらカメラ映像を撮り、カンサットの状態、そして方向制御に応用するために私たちはセンサー選びも行いました。パラシュートの強化実験データはこのようになっていて、どちらも基準を満たしています。キャリアはフライトピンが抜かれると展開するというシンプルな展開方法を用いました。ではこちらがミッション一覧図になっています。ご覧ください。こちらはキャリアから放出された後の観察を表します。随時後方制御を行い、こちら XBD のデータ送信を地上局に行い、ブラウザを通して、そして可視化されたデータをこのように表示していきます。しかし現在 PC でしか見られないようになっていますが、当日はこのようにタブレット、PC、iPad からでも見られるようにします。そしてリリーフが放出され、こちらのスカイが着地後、音声ガイドでレスキュースイッチを稼働させます。サクセスクライテリアについてです。ミニマムサクセスではカンサットの基本的な動作、そしてフルサクセスでは取得データの無線送信、データの視覚化、そしてレスキュースイッチのデータ送信、そしてリリーフカンサットの放出です。アドバンスドサクセスでは後方制御、そして 3D の軌跡表示を行います。最後にソフトウェアの URL です。こちら現在では PC で視聴可となっています。こちらのURL で配信しますので、ぜひご覧ください。これで法制2項物理部のプレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ただいろいろと盛りだくさんの内容だったようなんですが、ただ中でミニ観察となった話がありましたよね。はい、これは観察と持ってるからまたさらにミニ観察とを放出するってそういうような感じでしょうか。あ、はい、そういう感じです。それからもう1点なんですが、GPS、それから地域センサーでしたか、はい、そういうものを使いまして軌跡を出してるんですが、はい、それは具体的にどのような方法でその軌跡を求めました？そうですね、今回こちらのソフトウェアを、制作したものが来てないので詳しくは、わからないんですけど、大まかな観察との軌跡をこちらで表しているというので、今回私たちはこちらを、使用して軌跡表示を行います。そうしますと、そのソフトウェア自身も自分たちで作成したということでしょうか。はい。で、その軌跡の正しさというのはどのように確認しました？そうですね。軌跡の正しさということについては正直、確認できない部分がありまして、ちょっと説明が不十分であったということもあるんですけど、こちらの観察が大まかな観察の軌跡というものを表示してまして、正確性についてはちょっと不十分ではあるんですけれども、位置関係などを把握するには、良いかなと思って今回使用しています。進行方向制御についてなんですが、多分パラシュートのテンションを変えて方向を変えるような形でやると思うんですが、そこの検証みたいなのはやられてますね。どういうふうな、センサーの出力になった時にどういうふうに引っ張るというか。直進性パラシュートなので進んでいる方向が決まっているんですよ。そのベクトルの方向と反対の方向に進むように後方制御を行おうと考えています。ある程度ある目標値に向かっていくようにずれないようにする。将来的には狙ったところに落とせるようにしたいんですが、今回はそのパラシュートの後方制御がうまくいくかどうかの検証も兼ねているので、それをまず検証したいと思います。スカイとリリーフが役割分担しているのは分かるんですけども、その役割分担は今回のミッション目的に関して適切だと思います。っていうのはリリーフの上は、カメラを積んでいるんですよね。スカイの方にカメラを積んでいるんですか。でリリーフの2気圧と温度。気圧と SCP 線で気圧と温度データ、そして GPS データを。それはなぜリリーフの方がそれで、スカイの方がそれでって、そういう理由はちゃんと説明できる。リリーフの方は資材に見立てているために、どこに放出したか、その着地地点を知りたいために、GPS と、SCP 線の気圧センサーを載せています。なるほど、分かりました。ありがとうございます。はい、じゃあ時間です。どうもありがとうございました。はい、では続いて里見さん、準備お願いします。これから北海道札幌琴似工業高等学校コンピューター部による事前プレゼンテーションを始めます。よろしくお願いします。今回私たちは北海道大会の終了後、新たな取り組みを2つ始めてきました。最初に取り組み始めたのが観察とグライダー型観察塔の制作です。観察塔をグライダー型にして、自立工法をします。GPS やジャイロセンサーなどを用いることで、最終的には自立工法ができるようになると考えていました。ですがすぐに問題が上がりました。観察塔をグライダーのように飛ばすには、丈夫で大きな羽が必要となってきます。大きな羽を大きくする点については、傘の展開機構を参考として収納できる羽を使うことで解決しました。ですがその羽だと強度が足りず、また観察塔自体が重いため、強度をさらに上げようとするとまた重くなってしまい、さらに大きな羽が必要となります。それでは実現が難しいため、2週間ほどで制作を断念することになりました。次に私たちが考えたのはパラホイルによる、自立工法です。私たちは最初パラホイルについての知識は ほとんどありませんでした。なのでネットなどで調べたのですが、どのように制作していないのかはよく分かりませんでした。なので画像などを参考に長方形のパラホイルを制作して、大きさや紐の取り付けの位置、長さ、重心位置などの調整、試行錯誤、実験を100回以上繰り返してきました。ですが、確実に開く畳み方を考えるのに苦戦してしまい、時間も迫っていたために断念することになってしまいました。れが、今回実際にパラフォイルを制作して落下テストをした時の様子になります。次に今回実施予定しているミッションについてです。今回、パラフォイルと、グライダーの制作が間に合わなかったため、間に合わなかったので、残り1週間ほどで、制作できるミッションを考えました。それで、考えたのが次の4つです。まず、観察の技術制御を想定したデータ取得です。今回、グライダーやパラフォイルの制作が間に合わず、観察を技術制御で飛ばすところまでいきませんでした。そのため技術制御の実践データは取れないのですが、来年以降に技術制御を行えるようにしていきたいと考えました。そのため GPS やセンサーの見直しと追加が必要だと考えました。まず観察塔を定めたターゲット地点に落とすためには位置情報が重要になります。そのためターゲット地点に観察とターゲット地点の位置情報がわからないと観察とターゲット地点に落とすことができません。そこで GPS を使います。GPS は位置情報だけでなく高度な有無もわかります。今回より正確な位置情報を取得するために今まで使用していた GPS をやめ、導きを使ってで位置情報を取得できる GPS に変更しました。降車前でテストを行ったところ誤差が前のものよりも若干小さくなっていたので位置情報は前のよりも良くなっていると思います。また高度を求め来年以降の自立制御に活用したいと考えました。 GPS でも高度は分かるのですがデータの取得回数が少なく精度も悪いため気圧センサーを搭載する気圧センサーと温度センサーを使用することでデータの取得回数と多くまた精度も上がるのでより細かい観察の高度の変化が分かるようになると思います。次に観察の傾きなどといった状態です。観察を安定して飛行させるためには観察の動きなどの状態を知る必要があります。でそれには加速度ジャイロセンサーを搭載して観察の状態を調べ今後の実施制御のプログラム各社の参考データにしていきます。その他に、今回北海道大会でできなかった不快指数と、新しく UV インデックスを求めるために、温度センサー、湿度センサー、紫外線センサーも搭載します。次に、通信プログラムと、データのバックアップですが、今までは、無線データの受信パソコンでは無線データを受信する際に、テラタームを使用してデータの確認を行っていました。ですが、北海道大会ではテラタームが閉じてしまい無線によるデータの取得に失敗しました。原因が分からなかったためその解決策として次のことを考えました。まず観察の XB から送信されたデータを地上の XB で受信します。その XB で受信したデータを Mbed に一度送りそこから SD カードへ書き込みます。またそのデータをさらに PCにデータを送信します。 PC で受け取ったデータは自作した通信プログラムで受信データの表示とまだちょっと時間が足りなくて完成はしていないのですができればデータのグラフ化もしていきたいと考えています。次にキャリアの展開機構パラシュートの放出機構の改良改善についてですが昨年の全国大会ではキャリアは自由落下してしまいました。そこで今回キャリアに自分たちで基準を設けていろいろな観察塔に使えるキャリアの制作を試みました。まず1つ目に物理的に展開すること、2つ目に軽量でスペースを取らないこと、3つ目に搭載後に観察塔の状態が把握できるようにすること、4つ目に観察の構造に関わり使用できるようにすること、5つ目に2人の時間で展開をできるようにすること、6つ目にほぼ確実に元素機構が動作するようにすること、7つ目に観察を安定して放出できるようにすることです。観察を安定して放出というのは観察を放出する際に、必要以上に振動や衝撃、回転などを与えないようにすることです。そして完成したのが、このキャリアになります。観察の搭載部分は中の状態が分かるように半透明で、これは、自分たちで穴あけと負け加工を行って制作しました。右の図は展開した時の状態になります。今回無線データの音声伝達をやろうと考えてたんですが、今日の朝4時ぐらいまでやったんですが、間に合いませんでした。次に、観察との構造についてです。それでは、今回使用する観察との構造について説明します。今回使用する観察はこちらになります。センサーやバッテリーなどは、重量バランスや、性能がはっきりと発揮されるように配置しました。また今回ロケット打ち上げ地点は、観察との探索が困難になると考えられるので、ロスト防止対策として、大音量のブザーを搭載しました。観察とはキャリアから放出されるとピンが抜け、1.5 秒後にパラシュートを、放出して同時にブザーが鳴るようになっています。次にデータ取得方法ですが、データの記録およびブザーはスイッチを設け、スイッチがオンになった時にMbed内のメモリーにセンサーのデータを 0.1 秒ごと、GPS は1秒ごとに記録を行うようにします。GPS の記録間隔が違うのは、今までは 0.1 秒ごとにデータを取得すると、ここら辺で次は締めてください。原則機構はこのようになっています。ご視聴ありがとうございました。先生、いろいろ説明してくれたんですけれども、率直な感想を言わせてもらいますと、君たちのミッションは何なのかっていうことはよく伝わってこなかったんですが。将来的な希望とか、こうしたいとかっていうことは分かったんですけど、実際今回のミッションで何を目的に何をどうするのかっていうのが少し弱かったような気がするんですが、その辺もう一度説明してくれますか。今回事前にパラフォイルやグライダーの制作をして、最終的にはターゲット地点に一時制御をして、ターゲット地点に観察と降下させるっていうのが、最初の目的だったんですが、今回制作、1週間前まで、パラフォイルの制作に当たったんですが完成しなかったので、来年以降に向けて、自立営業で、観察とターゲット地点に落とせるように、データ取得などを行っていくっていうことをミッションにしています。自立制御をやろうとしているところは結構多いと思うんですが、上空、例えば 100m、150m から何秒で落ちる GPS の精度がどのぐらいあるっていうと、ある程度どのぐらいのところに移動させるかっていうのが可能な限界が見えてくると思うんですが、それを超えて多分やることは不可能なんで、根本的なところをもう少し見直して、頑張ってください。順天庁も受信できるチップって話をされますけど、具体的にはそれは何をしてるんですか。GPS のデータだけを取っているのか、それプラス順天庁のデータを使って、補正をして、要はエラーセーブで補正をしているというか、そういうこともしてる、そういうことですか。通信プログラムですね。通信プログラムのことです。GPS の受信で、順天庁を取っているみたいで、それは具体的にそのことによって、どうしてるか、順天庁固有の補正プログラムを使って、さらに高精度な位置を出している、そういう意味、それともよりたくさんの測位衛星データが取れる GNSS っていうんだけど、測位衛星のデータをたくさん取ることによって精度を上げて、そっちをいってるどうしてるか。後者です。後者。でそうするとそれは、順天庁だけじゃなくて、例えばグロノスとかそういうのも持ってるとか、そういうことじゃない。充電長、GPS の、充電長を取ってる。そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあどうもありがとうございます。はい、それでは小島さん、準備お願いします。これ、ベルが8分で1回なので、あとは残り2分ってことです。で、10分になったらやめてくださいね。はい。じゃあ、つないでいきます。はい、いいですか？いいですか？はい、じゃあ始めてください。では、今から国学館高等学校のプレゼンテーションを始めます。ではまず、私たちはミッションの目的を大気の安定度の判定および位置情報による計測機器の回収と設定しました。簡単に言うと、カンサットに気象観測をさせ、自ら発信する位置情報で回収を容認するというものです。それではミッションの意義について説明します。まず近年気象災害でたくさんの負傷者や死亡者が出ました。まず例を挙げます。昨年の8月、秋田県内で3時間で300ミリに及ぶ集中豪雨がありました。これで6人の死亡者が出ました。昨年9月、埼玉県内で竜巻が発生し、これで60人以上の負傷者が出ました。このような甚大な災害は数十キロメートル規模のメソスケール現象だから、大気的な数値予報では解析ができないという問題があります。それはなぜかというと、水平解像度が20キロメートルでレービンゾンデという観測機器があるのですが、それも日本で16カ所でしか上げておらず、いちいち2回しか観測をしないという状態です。現在行われているメソスケール現象の予報の方法について説明します。まず、降水短時間予報、降水ナウキャスト、竜巻注意情報などがあります。しかしこれらには欠点があり、数日間にわたる予測には限界があるのと、新たな降水系を予測できないという問題点があります。それらの解決方法を私たちは考えました。まず、メソスケール現象の寿命は数時間程度。それならば数キロメートル間隔の上空の気象データが必要になります。そこで上空3000メートル付近から数キロメートルの観測機器を数キロメートル間隔で観測機器を投下し、メソスケール以下の気象現象の発生、発達、衰退を数値予報レベルで予想できると考えています。それでは今回のミッションについて説明します。気象データの収集とその解析、これは上空から観察を落下し気象観測をします。それでそのデータを後で解析し、大気の安定度を求めます。次に、カンサットがパラシュートにより安全に着地をすること、これはカンサット内のデータが破損しないことと、その落下する際に人にぶつからないなどを考慮してのことを考えていることです。3、カンサットが発信する位置情報による回収、これは GPS、 カンサットが発信する GPS データをたどり、カンサットがどこに行っても無事回収できるようにします。これまでより細かい気象データを収集し、気象予報の精度がより向上することを考えています。次に、観察によって期待される成果について説明します。まず、エマグラムを作成し、大気の生理学的安定度を判定します。温位および相当温位を推定します。露天および混合比を推定します。対流有効位置エネルギーや対流抑制が計算できる可能性について検証します。GPS データにより観察塔の落下地点を推定し、観測機器の確実な回収をできることを期待しています。次にハンサットに搭載されているセンサーの使用について説明します。ハンサットには赤外線温度センサー、湿度センサー、気圧センサーにも温度センサーが搭載されております。加速度センサーが搭載されています。これらのセンサーは SD カードにデータが保存されるようになっています。そして GPS センサー、これは無線機とつながっており、パソコンに送信と Mbed に GPS データの保存をやっております。温度計、湿度計、気圧計によりセンサーの信頼性を事前に検証しました。これは以前学校でハンサットを使用して観測したデータの例です。明日の打ち上げではこのようなデータが取れることを期待しています。左から温度、度 C、 赤外線、高度、フィート、気温、ファーレンハイト、気圧、パスカル、湿度、パーセント、加速度、XYZ となっています。これは先ほどのデータを Excel で解析した後の結果です。左から加速度 XYZ、 メートル毎秒、高度フィートからメートルに直しています。気温ファーレンハイトから度 C に直しています。気温度 C、 赤外線、これは特にいじっておらず同じものです。気圧パスカルからヘクトパスカルに直しています。露天は温度と湿度から計算します。温位、相当温位は温度と気圧から計算します。混合比は湿度から計算します。失礼します。先ほど言った赤外線センサーと気圧センサーの2つの温度センサーを比較しました。このグラフは26度の部屋と32度の部屋を10秒間ごとに行き来してそれを測ったデータです。青い線が特に大きい変化がないにかかわらず、赤い線が大きい変化があるのが分かります。これが赤外線センサーのデータで、センサーが感度が良いことが分かります。今度は気圧センサーの正確性について検証しました。これは秋田市秋田港にあるポートタワーセリオンです。展望室が 100m になっています。これはエレベーターを上昇して降りてをやった時の実験のデータです。縦が気圧、横が時間になっています。最初エレベーターを上昇し、エレベーターを降りるとこまで忠実に気圧を観測しています。でこれは気圧、ここから気圧センサーの信頼性が高いことが分かります。次にこれは気圧と温度から計算して高度を出したものです。もう140の部分から240の部分まで一度上昇しています。この部分は高さが 100m であることを示しています。その後も 100m からほぼ同じ 140m まで降りるところをちゃんと表示しています。これも気圧センサーから高度計の信頼性が高いことが分かります。失礼します。でこれは気温と気圧をグラフにしたものです。気温と気圧から相関関係があることが分かります。先ほどあった赤い直線をこのレマグラムというグラフに書き込むことで大気の安定度が分かります。失礼します。先ほどの赤い直線をレマグラムに貼り付けた図がこれです。この状態から今は大気の安定度が条件付き不安定であることが分かります。これは GPS ビュアというソフトを起動しているところです。左上が観察トから送信されパソコンで受信する GPS データです。右下に表示されている図に点があると思うのですが、それが観察トの移動の様子です。点を追っていって観察トがどこに行ったか分かるようになっています。最後に観察トの独創性、改良点について説明します。観察トで観測したデータは SD カードに約20秒ごとに保存されるようになっています。観察トにウレタン樹脂の充填による構造強化を施しております。これでは 30回の衝撃耐久テストに合格しました。観察トに搭載されている温度センサーに非接触型のものを追加しました。気圧センサーはアナログからデジタルにしました。 GPS 利用による自動追尾ができるようになりました。 GPS データのMbedへの書き込みをするようにしました。これは秋田大会で監視サットを打ち上げ実験をしたときに、そのパソコンで受信する GPS データに不具合が出て、その場所が分からなくなり、 GPS データがその場所を示すものとして役に立たなくなってしまったので、それが無線機に問題があるのか GPS センサーに問題があるのか、それを検証するために GPS データをエンベッドに書き込んで保存するようにしています。最後に観測機器を上空から落として気象観測をするのですが、今回はその代わりにカンサットでそれを試します。カンサットが成功すれば、その観測機器が後に天気予報で役に立つことを私たちは考えています。これで私たちの発表を終わりにします。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ質問お願いします。今から説明してもよろしいでしょうか。まずこれが観察です。側面にデジタル気圧センサー、デジタル赤外線温度センサーが搭載されています。でここに湿度センサーが搭載されています。観察は2つのマイコン基板、エンベッド2つで動いており、1つが温度、気圧、湿度、そして中に加速度が入っております。でもう1つのエンベッドが GPS と XP モジュールの無線を操作しています。この理由は2つのカンサットにすることで、カンサットの処理を減らし、より効率よくデータを回収することに優先したので2つにしました。あと上が GPS センサーで SD カードにデータが保存されるようになっています。気圧計のところで100メーター上がって下がってというところで、エレベーターの速度とそこの傾きというのは合ってるんです。と上のところで少しダラダラと落ちてくるようなところはどうして落ちてくるんですか。はい、これなんですが、セロンには 100m、95m、90m とあって、この時実験をするときにエレベーターがここのギャラリーステージで止まってしまって、人が入ってきて、その止まっているところで気圧センサーが測っていたので、そこも計測してエレベーターで1階まで降りていくってことになったのと私は思います。はい、これ特に気象に注目したのはどういう理由からなんですか。それははい、ちょっと言い方悪いんですけど、いや測れるの気圧とか温度とかだよね、じゃあ気象だってしたのか、いやいやこういうことがあるからやっぱりこういうセンサーなのかっていう、だからセンサーオリエンテッドで何か内容がミッションが決まったのか、ミッションオリエンテッドでセンサーが決まったのか、ちょっとよくわからないんですけど、そっちはどんな感じですか。最初、その雷とか竜巻とかに疑問を感じて、ああいうのはどういうふうに天気予報で予想されるんだろうって考えたんですよ。その時に、まず冷便ゾンデというものがあることを知ったんですけど、これは風船に観察のようにセンサーを積んで浮かしてその観測をするんですけど、これは基本使い捨てで太平洋とかに沈んでいくんですよ。そういう使い捨てなのがもったいないと思って、ちょうど同じことができるので、これで観測ができないかと思い考えてみました。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあどうもありがとうございましたはい、では続いてトムリンさんお願いします。ラジコンヘリというものに刺激を受けまして、これをカンサットになんとか導入できないかということを私は考えました。それでこれがその様子で、ここにサブモーターがついていて、地上からここに、こちらからの、リモコンで操作できなっていて、これが落ちるようになっています。でこれが今キャリアが放出されたところになっていて、全国大会と同じ条件で 200m まで実験可能となっています。これは桐蔭高校の上空写真です。こんな写真も撮ることができます。私たちが目指した観察はこのようになっています。まず安全な期間かつ正確なレーダー取得ができること、2つ目は現在の観察の状況が分かること、3つ目はデータの再現ができることです。でこの3つを達成するために私たちは5つのこのようなミッションを立てました。まず衝撃緩和です。この動画をご覧ください。これは昨年度も挑戦した逆噴射の様子となっています。これは C 型ロケットエンジンというものを使っていて、かなり火力の強いものになっています。でこのロケットエンジンの点火には成功しました。しかし方向が定まらないとか、熱を逃がすことができないとかいう新たな欠点が問題となって、新しい方法ということで、僕たちはエアバッグの使用を考えました。エアバッグはバランスバルーン型と化学反応型があります。バランスバルーン型は成功したんですが、長時間の高い気圧には難しいということで、市販の発泡入浴剤を使用してこれを膨らませることを考えました。これを投影式エアバッグと名付けました。投影式エアバッグとはということで、使用前はこのように水風船を袋の中に入れておいて、この水風船を針で割ることによって入浴剤に水がかかり、このように気体が発生して膨らむという仕組みになっています。この水風船が割る仕組みについてですが、まずこのキャリアが開くことによってキャリアの底が落ちます。するとこの気孔風船自体が落ちることによって、この針を支えていたこの仕切りが取れることによって、ゴムの弾性力で針が水風船にプスッと刺さります。すると割れるという仕組みになっています。そのキャリアの開放機構ですが、このようにバネを使用した自然開放となっています。これはエアバッグが実際に開く映像です。このようにどんどん膨らんでいることが分かるのではないでしょうか。地方からの改善点です。重曹とクエン酸を1対1で混ぜて作った自作の発泡入浴剤をすることによって発泡量も上がりました。また気候の簡略化にすることによって性能の向上、軽量化にも成功しました。また、新たな取り組みとしまして、この全国大会では垂直着陸にも挑戦します。安全な期間の可能性が高まり、また全国大会では沼地ということもあり、水たまりにも対応することができます。このように5センチまで対応することができます。これは垂直着陸の様子です。ここのところに針が仕組んであり、エアバッグを着地と同時に割ってだんだん空気を抜くことによって、この足が支えとなり、最終的に垂直着陸するという仕組みになっています。エアバッグの性能実験も行いました。エアバッグなしとありでは、このようにかかった力が約2分の1となりました。このようにエアバッグは衝撃緩和に効果があると言えます。これは地方大会にてエアバッグの展開に成功した様子です。このピンク色はこの時は市販の入浴剤を使っていたので、このようにできるようになっています。また今回の全国大会で自作のもので発泡量が大きくなっているので、もっと膨らむことが分かります。膨らむことが予想されます。またこのようにカメラのレンズを交互していくことも分かるのではないでしょうか。今回は日本海が隣にあるということで、また強風にも備えてパラシュートは3種類用意しました。次はデータのキャリブレーションです。まず機体紹介です。私たちはこのような8つのセンサーを搭載することにしました。またトラブルに備えて3台作成、このようなものを3台作成しております。調整方法はこのようになっています。この赤字の部分を詳しく説明しようと思います。これは加速度センサーの正確性を実験したものです。物理実験で使用する距離センサーと観察点に搭載している加速度センサーから得られた VT グラフをこのように並べました。かなり近似したデータが得られました。また照度センサーではオシロスコープでアナログピンの信号を表示しました。蛍光灯の周波数を捉えることにも成功しました。またジャイロセンサーでは機体が360度回転した時に取得した値をこのように積分することによってどのように変化したかを計算すると、結果は360度回転した時 339.024 度と相対誤差 5.8% という精度でした。次はリアルタイムグラフ化です。XB より無線通信を行ってリアルタイムグラフを行います。受信側では通信強度を LCD で表示して通信状況が把握可能となっています。XB による無線通信も行いました。アンテナを間で覆った場合と覆ってない場合では、覆った場合ではこのように40メートルのところで、通信が途切れてしまいました。またアンテナを覆わない場合ではこのように200メートルまで通信可能なことが分かりました。よって、アンテナを間で覆わずにすることが大切だということが結果で得られました。これはリアルタイムグラフ化で、これは地方大会でのリアルタイムグラフ化の様子です。これがちょうど高度と気圧を表しています。で気圧がこのように下がっていって高度がだんだん上がっていることが分かり、また加速度線下は加速度でこのように大きく反応していることが分かり、発射が、よく分かります。またこの右下のところではロクジックセンサーモジュールをリアルタイムグラフ化します。ロクジックセンサーモジュールでは縦と横の傾きと観察度がどの向きを向いているかをこのようにリアルタイムグラフ化します。次はファイルデータのグラフ化です。保存したデータを、プロセッシングに読み込ませてグラフ化します。このようにこれは加速度センサーをそのようにして読み込ませたものです。また VT グラフの描画にも挑戦します。取得した傾きと加速度から、垂直方向だけの、加速度を求めることでさらに正確な高度が求まることを期待します。また気圧から求めた高度と比較してデータの正確性向上を目指します。続いては 3D ディスプレイです。 3D ディスプレイはこのように結果はこのようになるんですが、ディスプレイ上ではこのように前から見た図、後ろから見た図、横から、右から見た図、左から見た図をこのように投影します。するとこのようなピラミッドのところに投影することによってあたかも中に管があるかのように映ることに成功しました。これは前から見ると前からの映像が、右から見ると右からの映像が見えるというふうになっています。今から実演したいと思うので、すいません、照明消せなかったら消してもらっていいですか。これ一番消していただきたいです。はい、後ろからもう見えるんですけど、まとめに入ってくださいの10分で、まとめてください。このように回転とか横の動きを後から再現することとかこのようにできます。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、はい、じゃあ質問をお願いします。なかなかいろいろとデータの可視化とかですね、それから各自分たちが取得したデータの、妥当性といいますか、そういったチェックよくやってるなと思いました。それで自分たちのオリジナルということはオリジナルということで、エアバッグなかなかいいアイデアだと思うんですが、あそこのところで着地するときにこの足出してましたよね。であれは常にああいう体勢で着陸できるというその確実性っていうのはどのぐらいあるんですか？先ほど戻してもらえますか？足がこの足がですね、スライド式になっていまして、このエアバッグが膨らんでいくと、このエアバッグの膨らみに合わせてこの足が開いてきて、だからこの足がこのエアバッグに合わせて角度を変えます。なので、着陸した時に例えばエアバッグが角度が変わって着陸したらそれに合わせて足の角度も変わるので、それと同時にエアバッグが潰れて、ほぼ確実に垂直に着陸するようになっています。キャリブレーションのところでちょっといろいろあったんですが、VT から加速度で位置が出るっていうのはなんか速度が出ると思うんで、速度を比較したんですか？一回先はした。そうですね。1を出したわけじゃないんですよ。1がその積分ってやっぱり近似値なんで、その積分2回やっちゃうとそのやっぱり誤差が大きくなってきてしまうんで、その正確ある程度加速度センサーがその正確性を求めるんであれば、VT グラフを描画する方が、その加速度センサーのその正確性を求めるには的確かなと思いました。その今物理実験で使用する距離センサーから速度を出しているところがまたちょっとはっきりしないんで何ともコメントできないんですが、一応速度を比較したということが分かりました。はい、一点なんでそんな原則にこだわるんですか？着陸の衝撃低減になぜそんなにこだわるんですか？正確な物理データの測定というのがまず大きくあって、このエアバッグがもう電子制御系とは全く別に切り離された状態になっているので、仮に不測の事態に応えられるように、例えばパラシュートが開かなかったりしてもエアバッグは開くように、なんかその確実にそのデータを取る、その機械が自由落下しても壊れないように、そういうものを目指して頑張りました。わかりました。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、じゃあ、次は、豊田工業さんお願いします。試験立豊田工業高等学校観察甲子園事前プレゼンテーションを始めます。ご清聴よろしくお願いします。ありがとうございます。私たちの、ミッション目的は人工的な虹の発生と、その観察になります。虹は大気の成分により少しずつ変化していくため、これを、用い他地域多惑星で行った際に大気成分を知る、資料となるのではと私たちは考えています。このミッションを遂行するために、目標を3つ、私たちは掲げています。1つ目は噴射器による人工的な虹の発生、2つ目は分光器によるスペクトルの観測とその取得、3つ目は、各センサーによる物理データの取得になります。ではミッションの流れについて説明させていただきます。まずロケットからエリアが投下され、パラシュートが、自動で開きます。パラシュートが開くと、その紐がキャリアの展開部とつながっているため、キャリアが、自動的に3方向に私たちは、展開をします。これにより、サットの投下が行われます。サットの投下が行われ、パラシュートが展開することにより、照度センサーが反応します。照度センサーがスイッチとなり、物理データの計測を開始いたします。物理データは以下のようになっております。また照度センサー反応後の5秒と10秒時に搭載している噴射器を噴射させていきます。これをサットの内部カメラ、そして地上からのカメラ、そして肉眼でその水しぶきを観測していくことで虹の観測をするというシステムになっております。そしてこちらが私たちのシステムになります。噴射器はサット本体の下側に搭載をされています。では細かく一つずつ説明をさせていただきます。こちらはキャリアの初見の方になります。このように3方向にパラシュート状に展開をさせることにより、空気抵抗を大きくすることができます。またその空気抵抗を大きくすることにより、投下したサットとの衝突が上空で行われないように対策をしております。そして3方向に開かれることにより、サットが鉛直方向に落下をすることができます。ではそれを踏まえ映像の方をご覧ください。こちらは学校での投下試験ですが、このように衝突することなくスムーズな展開投下を行うことが可能となっております。そしてこちらはパラシュートの初見になります。素材は撥水加工ポリエステルを使用しており、サラサラでスムーズな展開の方を行えるようこの素材を選びました。また赤色で制作することにより上部で分かりやすくするようこの色に制作をしております。そしてこちらのパラシュートの上部に小さな穴を開けることにより横風による横風で流されることがないよう設計をしております。こちらはサット本体の初見になります。素材は私たちはアルミを利用しております。そして私たちは工業高校機械科であるため、器具溶接を用いこちらサット本体を製作しております。それにより軽量で剛性の高いサット本体に仕上げることができました。搭載センサー、搭載装備は以下のようになっております。こちらは噴射器の初見になります。今大会では虹の発生率を地方大会よりも増やすために管を2つ搭載しております。これにより水量を倍にすることに成功しております。そして噴射方法にですが、缶の上部に自動車のバルブをつけており、これをフレームが押すことにより中の圧縮空気と水を放出していきます。またこちらのアームに水しぶきが当たることにより広範囲に水しぶきを広げることが可能になっております。では実際その映像を見ていただきたいと思います。このように実際アームに当たり広範囲に広げることが可能となっております。こちらは分光器の所言になります。こちらも素材はアルミを使用しており軽量化を図っております。そしてスリットの肉厚を薄くするためにこちらはカッターで製作をしております。こちらを薄くすることにより分光器に入る光が直行しこちらのプリズムへ入ることができます。またスリットの幅をこちら 0.04mm で制作することにより高鮮明なスペクトルを発生させることが可能になります。そしてそのプリズムですが CD で制作をし簡易的で高鮮明なスペクトルを発生させることが可能になります。そしてこちらが事前に分光器で撮影したスペクトルになります。左から太陽光、蛍光灯、LED のライトになっております。またスペクトルは波長の長いものを赤く、短いものを青く、そして中間の長さのものを緑、またこの間にも水色や黄色などの中間色が現れるようになっております。この波長の発生波長を見ることにより大気成分や光の成分を比較し観測していくのですが、私たちの制作した分光器でもこのように違いを見ることが可能となっております。また虹は大気の水分が太陽光に当たることでスペクトルを可視状態にしているので今回このスペクトルと虹に着目し発表をしていきたいと思います。そしてそれと同時に物理データとスペクトルを比較しどのような関係があるかを比較し発表していきたいと思います。そしてスペクトルには吸収線というものが現れるのでこちらも今回の撮影により観測することができたら良いと考えております。こちらのスペクトルは蛍光灯を撮影したものにより温度が32度、湿度が 70% という条件で撮影をしております。こちらの上の吸収線のものを水素、こちらを鉄の成分が現れたのではないかと思われます。以上のことを踏まえまして事後プレゼンテーションでは3点について発表していきたいと思います。1つ目は地上と上空の条件変化とスペクトルの変化についての考察、2つ目は物理データとスペクトルの状況をもとにどのような虹が発生するかを推測、3つ目は地上と上空での虹の撮影の結果を発表していきたいと思います。では最後に上空での観測されるスペクトルの予想に入りたいと思います。上空では障害物、反射するものがないと考えるため赤色、比較的に波長の長いスペクトルが目立ち映るのではないかと考えております。また事前の実験の結果湿度が多いと波長の短いスペクトルが鮮明に多く映っていたため上空でも湿度が多いと考えこのように現れるのではと考えております。地上では逆のことが考えられると推測しております。地上ではこちらの比較的多い目立つ赤色や青色そして緑色などのスペクトルが大気成分により吸収され中間色の黄色や水色などのスペクトルが目立ち始めるのではないかと考えております。虹の観測においても地上と上空でこのように変化していくのではと考えております。本日は、このような天候に見舞われてしまいましたが、はい、明日は、天候が回復することを祈り、東海試験に、挑みたいと思います。以上で、事前プレゼンテーションを終わります。ご清聴ありがとうございました。人口の2次を発生させて、そのスペクトルから大気の状態にするというような、なかなかいいところに目をつけたなという感じがしました。それで最初のお話のところでですね、そういったことで、例えば将来的には惑星、他の惑星の中の大気の状態を保持しているんじゃないかっていうようなお話ちょっとあったと思うんですが、他の、専門の研究の方でですね、そういうような、虹のスペクトルからそういった大気の状態を知るっていうような、研究例みたいなことはありましたか？特にそれは気がつきませんでした。まずこのミッションを思いついたのが、その虹を作るというところから始まって、その後にスペクトルということに注目し、そのスペクトルで大気の成分で変わるのではと、地方大会で、推測した結果から、今回全国大会ではこのようなことに、着目し、発表していきたいと思い、行いました。はい、わかりました。ありがとうございます。分光器の隙間の決め方というのをなんかカッターで切ったっていう機械工科ならレーザーカッターかなんかで切ったという個人的な話もある。そこの 0.04mm ってのはどうやって決められました？ 0.04mm は、専用でその小さな隙間を作る、隙間ゲージというのが、学校にあるので、そちらを用いたのですが、0.02 ミリですと、ピントや、そのスペクトル、こちらのスリットの穴とスペクトルの距離などで、の結果、あまり、状態が良くなかったため 0.04 ミリで、制作をしていました。はい、あと温度と湿度を、今まで変えてデータを取ったってことはやられてない。はこちらは湿度と温度で高い日と少ない日、そして温度が同じ日などで比較して実験を行った結果、私たちは予測を立てていますので、事前に実験は多くしております。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、次、長瀬川さん、お願いします。さあ、間違え。そしたらデータをしてるから、パソコンに。それはついてない。その他に HDMI でしょっていう RGB で、準備されてました。私は今多分大学とか行って学会会場でも多分 HDMI は常備しているところはあんまりそんな多分ないので、基本 RGB でやっぱり準備はされてます。いやいい。これデータは抜ける。こっちにせる。あ、ほんと。USB SD 入りますよ。これに動画もちょっとだから先輩はい、じゃあどうぞ。これから中津川工業高等学校の、プレゼンテーションを始めます。まず、私たちが観察等をやる上で大事にしたことは、観察等というぐらいなので、缶に収納できる大きさでどれだけの能力を持たせれるかということを考え、取り組んできました。スペースをしてください。まずシステムについて説明させてもらいます。システムについての考え方を私たちは大切にしてきました。個々の要素が相互に影響し合いながら全体として機能するまとまりや仕組みのことをシステムと言います。このシステムを観察等で大事にするために、まず人間でシステムを言うとこのような形になり、我々の観察で言うと、このようなイメージになります。我々のミッションはカンサットの位置情報を取得を掲げやってきました。皆さん位置情報を取得するというと何をまず考えますでしょうか。皆さんまず GPS を頭に浮かべると思います。GPS は、メリットとして、中長距離で、利用しやすく、手軽ですが、デメリットとして数メートル程度の誤差が生じます。我々はなので短距離での位置情報の取得はできないかと考えました。そのために、3つのセンサーを用いました。3軸の加速度センサー、GPS モジュール、高度センサーです。3軸の加速度センサーは加速度から2次元のマップを算出し、加速度から移動距離を算出し2次元のマップを作ろうとしました。これは間内部からの移動距離の測定で、GPS モジュールは加速度センサーから作った2次元マップのデータが正しいかを証明するために用いました。高度センサーは補助として落下中の高度を測定します。次にカンサットの構造について説明させていただきます。今回カンサットに搭載したものは、上から高度センサーと GPS モジュール、下に SD、次に XB とマイクロ SD に Mbed と2つで、加速度センサー、裏に電源で34を4本入れています。次に加速度センサーについて説明させていただきます。加速度センサーはデータに誤差が生じることがあるのでがあります。その原因としてはセンサーの個体差、取り付け時の歪みがあると考えています。そのために加速度センサーの値を精密にするために、今回は3軸成分それぞれの値をキャリブレーションしました。キャリブレーションの方法について説明させていただきます。まず X 軸を垂直方向に配置し、加速度1時に対する測定値を測定し、その測定値を複数取り、平均値を取ってそれをキャリブレーションとします。上下逆さまに配置し、加速度1時に対する測定値を測定し、さっきと同様複数取って平均値を出して、それをキャリブレーションの値としました。同様に Y と Z 軸も行いました。今回私たちが出したキャリブレーションの値です。次に二次元マップの制作に関してです。加速度でセンサーを取得し、加速度から二次元しますが、加速度で二次元マップを制作するためには加速度を距離で変換することが必要になります。まず加速度のデータを取得しまして、このようなグラフになります。これを積分してあり VT グラフを作ります。さらに、積分すると、距離ができるというふうなんですが、等速直線運動ならそれでできるんですが、等速直線運動ではないため、我々は、このような方法を用いました。ここを拡大してみてもらいます。時間を 0.1 秒ごとに区切ってやることで、移動距離の面積を出してやり、それを足してやることで、少し少ない誤差で移動距離が出るというやり方で我々はやりました。それから作り出した二次元マップがこのような図になります。次に GPS モジュールによる証明です。GPS モジュールでデータを取得し、Google Earth に照らし合わせ、二次元マップ、Google Earth 上で二次元マップを作り、加速度の二次元マップと比べて精度を確かめます。実験方法として車で移動しながら地データを取得し、それを Google Earth で照らし合わせたものがこのようなデータになります。これを先ほどの加速度のセンサーとのマップと組み合わせ、今は軸の大きさも値もバラバラなんですけど、イメージとしては落下して計測したデータが同じような形になっていれば、加速度センサーから出た作られた二次元マップが正しいという証明になると我々は考えました。次に XB の用途について説明させていただきます。今回加速度のデータは MicroSD に保存し、なのですが、トラブルが起きたらデータが取れないということが恐れがあるので、今回 XB を使いデータをテラタームに出力し、そのテラタームのデータ値をログにしてバックアップデータに活用しました。前回の大会で XB の通信ができなくて、その原因が観察というに搭載した間が妨害したため、関連で妨害したためと考えて、今回は工夫をつけ、アンテナをつけることで通信強度の強化、アンテナ間を外に出すことによって通信しやすくすること、X3 プロに変えることで通信距離拡大と強度の強化を図りました。今回パラシュートで求めたことは、安定感パラシュートの展開時間の速さです。去年までは、八角形、左側はポリエステルを使いましたが、これをもとに僕たちは、素材、紐、パラシュートの穴、骨組みを工夫しました。まず素材として3つのもので比較したところ、ナイロンの在宅時間が一番長かったので、ナイロンを使うことにしました。紐は角と角の間につけると、この部分が垂れ下がり、パラシュートの大きさを生かしきれないので、角につけました。穴の位置はパラシュートの中心につけました。中心に穴を開けることで地面に対して空気がまっすぐ抜けるため、安定してパラシュートが落下します。中心に開けないと空気の流れがまっすぐに抜けないため、回転力が発生し、安定して落下しません。穴の大きさでは6つの大きさを検証したところ、12センチから13センチが一番滞空時間が長くので、今回は12センチを使いました。今回工夫した部分で一番こだわったのが骨組みで、穴の部分に十字を組み込むことで開くきっかけができ、展開時間が短くなることが分かりました。今回試験風景があるんですけど、ちょっと僕の方でうまくできるな。あ、いける。時間とか分かった。結果は取れていたのでいただきます。0.3 秒ですが、短く展開時間が早くなったのでつけました。展開時間を短くつけること、骨組みをつけることで展開時間を短くすること、パラシュートが確実に開くことが分かりました。キャリアに求めることは、少しのきっかけで展開、確実かく安定して間を放出、3つの素材を考え、紙の質を使いました。それを4分割し、紐でくっつけました。パラシュートの工夫としては、本体とキャリアの落下に差をつけなければいけないので、さっきの結果を見てもらったら分かるんですけど、ビニールが一番滞空時間が短いので、それを使い差をつけました。そこに多くの4つプラス穴を多く開け、安定しながらも早く落ちるように工夫しました。結果として求めることはこのようなことになりました。これで入県立中津川工業高校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。このような仕組みになっています。それからもう1点なんですけど、先ほど加速度センサーから二次元マップ出すということだったんですが、はい、それは皆さんのやり方で、うまく求められるというわけなんですか？そう考えてるんですか？事前実験などでったのだと、まだ不安定なところはあるんですけど、ある程度、大体の移動距離は、出るよう誤差はあるんですけど出るようになっているんで、この 0.1 秒間隔でやってるんですけど、これをどんどん間隔を狭くしてやってやることで、誤差を少なくさらにしていけることができると我々は考えています。XB のところで通信系のその干渉みたいな話が出たんですが、GPS のアンテナに関しては別に問題なかったでしょうか。つった状態で、やって計測をやってみたんですけど、GPS のが、干渉するということは、あまりありませんでした。上にピッて絶対つながってるんです。あ、さっきの構造これこちらのこちら XB のアンテナとして、プロの方に XB プロの方に、これが XB になってるんですけど、ここから足して付けさせてもらっています。 GPS のアンテナはどういうことですか？GPS はアンテナなしで、こいつが GPS を取ってくれる風になっています。システムの話を一番最初にされて、超大会の時思ったんだけど、結局そのシステムの話がこれにどう生かされているのかいない大変よくわかんないですが、そこはもうちょっとアピールする必要があれば聞きたいですけど。例えば、GPS モジュール、加速度センサーでそれぞれ位置情報をつかむために使っていて、高度センサーというのがちょっとあんまり話さなかったんですけれど、この高度センサーというのもセンサーとして一つの位置情報の目的というためで、最終的に今は二次元平面上のグラフになっているんですけど、これを高度センサーの軸高さの軸を入れてやることで、最終的には3次元的なグラフも作ろうと考えていて、それぞれのセンサーが位置情報という目的のために一つ一つちゃんと役立っているという意味でセンサーという話をさせてもらいました。はい、わかりました。じゃあどうもありがとうございます。はい、それではケイさんお願いします。こんばんは。これから慶應義塾高校電子工学研究会情報科学研究会の発表を始めます。よろしくお願いします。まずはじめに、ミッションについてです。今回の慶應義塾高等学校のミッションは、動画のリアルタイム送信、空飛ぶウェブサーバー、モジュール化によるメンテナンス性の向上、センサーの値の確実な取得、そしてリアルタイムでの状態表示です。まずはじめにカンサット本体の説明をしたいと思います。ミッションであるモジュール化でメンテナンス性向上を実現するために6つのモジュールに分けました。各モジュールにはピンヘッダやソケット、リボンケーブルで接続し、それぞれの着脱を簡単にすることで交換等を迅速に行うことが可能となっています。センサの制御とデータの取得には従来通り Mbed を使用し、確実にデータを取れるようにしました。 Mbed に搭載したセンサについて紹介いたします。気圧センサと3軸加速度、3軸コンパス、GPS センサを搭載しました。温度センサや湿度センサーを搭載しなかった理由につきましては、サンプリング間隔が広いためレスポンスが遅く、どこでその値が取れたのかよくわからないので利用価値が低いと判断し搭載しませんでした。こちらが搭載した気圧センサーの仕様となります。特徴は測定分解能が 1.5 パスカルなので、とても細かい気圧変化を測定できます。気圧は9センチ高度が変わると1パスカル変化するので、約15センチの高度変化を検出できます。続きましてこちらが30コンパス30加速度センサです。このセンサは30加速度と30コンパスの値を両方取ることに意味があり、両方の値を組み合わせて処理することで本体の動きを再現することが可能です。こちらにつきましては後ほど説明させていただきます。こちらが GPS センサです。今回はリアルタイムで位置データを Google マップ上に表示します。これによってロストを防ぐことができると考えます。ブレッドボード上で30コンパスの値を試しで取得してみると正確な値を取得することができましたが、いざカンサットの中に組み込んでみると値がずれてしまいました。そこで原因を考えたところ、センサーの下に流れる電流ではないかと思い、基板とセンサーの間にシールドを設置したところ正しい値が出るようになりました。また Mbed をラズベリーパイに接続しています。ラズベリーパイへはインターネットを経由し SSH で接続しているので、コマンドを送信し遠隔操作が可能です。よって手を触れることなく Mbed でセンサーの値の取得開始と収容を制御できます。このことにより発射時間が遅れた場合などにも柔軟に対応できます。続いてラズベリーパイの説明をさせていただきます。動画撮影およびリアルタイム状態表示につきましてはラズベリーパイを使用しました。動画のリアルタイム送信およびカンサットの状態把握に Mbed でなくラズベリーパイを使った理由につきましては、動画の撮影および送信には処理能力が必要だったからです。 CPU の動作クロックは約7倍、メモリに至っては約8000倍のスペック差があります。こちらがラズベリーパイに搭載したものです。こちらが搭載したカメラの仕様です。リアルタイム配信時は負荷を減らすために画質を落としてあります。またカメラはカンサットの最下部に位置しているので、衝撃吸収のために周りを非弾性ゴムシートで囲っています。通信用に USB タイプのドコモのモデムを搭載しました。通信速度の速い通信方法を採用する必要があったからです。前回の関東大会では Wi-Fi を使用したのですが、全国大会では高度が高く Wi-Fi の電波が届かないため、今回はこれを搭載しました。リラックスはサポートされてないこと、また今年の夏モデルということもあり情報が少なく、接続には大変難航しましたが、概要資料にも書きました通り試行錯誤の上、なんとか接続することに成功しました。で、状態表示について、ソフトウェア関係の話なんですが、もうなんかリアルタイムをしていることは結構みんな多いんで、こういうのあるんですが、流行っているっていうのは結構分かっちゃうかなみたいな気がします。で、今回視覚化するデータは、搭載したセンサー全部っていうか、関東大会まではここまでだったんですけど、GPS が割って、どこまで飛んでったかなっていうのが分かりやすいようにリアルタイムで GPS を表示した方が面白いと思ったので搭載しました。で、ブラウザ上でリアルタイム表示っていうのはなんかちょっと既視感があるかなみたいな、ちょっと前の学校やってるように見えるんですが、ちょっとコンセプトが違ってちょっと違うかなみたいな、なんていうか、こっちの場合は空飛ぶウェルスアーバーっていうのが最初のコンセプトにあったようにあるんで、なんていうんですかね、ラズベリーパイがサーバーとなってるんですね。なのでラズベリーパイがサーバーとなってウェブサーバーになってて、そこの中で本当は今回はインターネットが回避してるんですが、本来ならばそこで完結しているものなんですが、ブラウザ上でリアルタイム表示っていうのは、実はやっていると難しい話で、なんかプロ野球とかって言いますか、あれで1球速報っていうのあるじゃないですか、あれめっちゃ面白いなと思うんですけど、あれ自動更新っていうのは30秒ごとにサーバーにデータを取ってきてるんですよ。でサーバーからプッシュするっていうのはブラウザ上でのは実は結構難しい話なんです。でそこで、Web ソケットっていうのが、比較的最近 HTML5 っていうのが知ってますか、その HTML5 に入るっていう、実は最終的にはちょっと違う流れで結構もうブラウザ上に組み込まれてるんですが、Web ソケットっていうのを利用すると、比較的これによって例えばデータが 0.5 秒間隔でデータ取ってるんで 0.5 秒間隔でそのラズベリーパイに取りに行くと処理がかなり重くなっちゃうっていうのもありますし、そのためこのサーバープッシュ型にすることでその必要最低限の通信にこれを抑えることができるっていうのが魅力となってます。各ポイントの伝達手段についてはこんな感じです。USB-CR で Mbed とここがつながっているというのが具体的には言い方そうですね。で、ガイドラインについてはいいですね。で、ここで、さっきちょうど時間見るとよくわかるかもしれないですが、ついさっきやってきちゃいました。これ、なんか見覚えがある場所みたいに感じますかもしれないですけど、これ Google マップでリアルタイムで、ちょっともう歩いちゃってるんで、若干なんか、ずれてます。ずれてるっていうかもうタイムが動いてますけど、およそこういう感じです。で、気圧センサー、今回コード本当はずらしてるところまでやった方が面白かったんですけど、ほとんどこれ変わってないですよね。これなんか動いてるように見えるんですけど、実際は 1014.6 から1015の間ってもう限りなく誤差みたいなもんなんで、こうやって動かすだけでも結構ずれちゃう話なんで、ここは実際の飛ばした時に面白いデータが取れたらいいなと思います。で、傾きについても、カメラ地面しか映ってねえっていうのはあるんですけど、そういう感じです。じゃあ、これちょっとこれデータ若干長かったりするんですよね。いいですね。そうですね。これぐらい。動画のリアルタイム送信の手順についてまとめたものを図にて説明いたします。ラズベリーパイ上で HTTP サーバー、撮影プログラム、リアルタイム状態把握用プログラムを稼働させます。ネットワークによって配信するため、ラズベリーパイと配信先端末はネットワークに接続する必要があります。今回はインターネットを使用しますが、グローバル IP アドレスを電源投入のために変化してしまうため、DDNS という仕組みを利用し、動的にドメインを割り当てて接続しています。そしてリアルタイム状態把握の手順です。市場の端末側からリクエストをインターネットドコモのネットワークを経由しラズベリーパイに送ります。今度はラズベリーパイがドコモのネットワークインターネットを経由し地上の端末へデータを送信します。そのデータをもとに端末側で処理を行い状態を表示しています。詳細につきましてはミッション概要資料をご覧ください。続いて放出機構についてです。放出機構は、バネで開く構造になっており、テグスで縛って閉じた状態で固定しています。ロケットから放出されると、フライトピンが抜けニクロム線に電流が流れ、その熱でテグスを切断しキャリアが展開されるようになっています。また軽量化のために、材料の木材には穴を開けてあります。なおキャリアの重量はパラシュートを含めて 253g になっています。最後に減速機構についてです。減速機構にはパラシュートを使用しました。材料はナイロンを使用しました。軽くて丈夫なため、材料に適していると考えたためです。またロストする可能性を低くするために、布の色にはビビットレッドを選択しました。重量は紐を含めて 60g です。事前発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。情報科研究会らしい発表というか、情報研究会今までにはないという意味で面白かったんですが、なんかそのモバイルのウェブサーバーという意味ではあれなんですけど、カンスタントである必然性がどの程度きているかなというところはちょっと疑問なんですけど、私なりには面白かったです。空飛ぶウェブサーバーって最初にコンセプトにありましたけど、空飛ぶウェブサーバーっていうのがコンセプトあって、でそれがウェブサーバーであれば、今回さっきも言いましたけどインターネットこう返しちゃってるんで、なんかあんまりなんていうんですか、ただのサーバーみたいな感じになってますけど、本来さっきこの前の Wi-Fi だったら別にネットつながってなくてもそこで自己完結してるんで、なんかそのブラウザって入ってないパソコンないじゃないですか。ブラウザあってでカンサート持ってって飛ばせば見れるみたいな楽しいことになって、ぶっちゃけだから要するにパソコンがないって状態もよく分かんない状態で、パソコンもなくてぶっちゃけカンサート持ってけばそこでデータが見れるっていう意味で、なんか空飛ぶウェブサーバーっていうのは結構面白い。空から落ちてるのを見れたらかっこいいなと思ったんでやってみました。なんか災害時に例えば空中からいろいろこう掘って通信に使うとかそういう発想もあるかもしれない。そうですそうです撮影とかも一応できる。僕は発想は面白いと思うんですけど、で問題はこれが実現できるかどうかで、特にそのネットワーク環境っていうのはすごくシビアで、で我々特に野外でよく会場設定をするわけですね。今日もすごい会場設定、苦労してネットワークを確保してるわけですけど、僕が聞きたいのはこれ今回ドコモにしましたと。でそうするとちゃんと本当に通信ができるんですかっていうところをですね、それはどのぐらいいろんな環境を試しましたかと、そのあたりちょっと聞きたいんですけど、ね、一応ドコモのエリアマップで今回の再生事情の場所を調べて、一応 LTE が入るっていうことでドコモにしました。多分入らないと思いますけど、さっきの忘れてくるわ。試して結局だからLTE が入るとかいうのも、それは崖の上だったら入るけど、ちょっと動くと入らないとか、なんか風が吹いたら入らなくなったとかで、よくわかんない現場的には結構起こるので、そこら辺はもうちょっとシビアに考えないとネットワーク構築っていうのは結構大変かなというのが思うので。はい、よろしいですか。はい、じゃあ以上で終わりましょう。じゃあどうもありがとうございました。はい、じゃあ皆さんお願いします。電源ここにあるよ。はい、じゃあ始めてください。お願いします。どうぞ。これから機内高等学校2学期生の勉強を始めます。お願いします。はい、ミッションの目的及び意味です。プロペラを使った減速装置の開発を目的としています。ミッション ① パラシュートの代わりにプロペラで減速します。 ② キャリアの開放システムの開発をします。③ 物理データの取得をします。④ プロペラの回転による発電をします。⑤ 自然で LED を光らせブザを直します。⑥ データの記録をします。⑦ 動画撮影をします。① 番から③番がミニマムサクセスで⑦番までがフルサクセスとなっています。ミッション ① の説明です。扇風機を使った実験や落下実験から、風を受けてできるだけ早く回転し始めることと回転数を増やすことで減速装置としての役割を大きく果たすことが分かりました。この数字が何を表しているか分かりますか？今年の4月からプロペラを作るために使用してきた下敷きの枚数です。プロペラについてです。素材は下敷きを使っています。羽の長さは 21cm、幅 7cm です。下敷きを使った理由は加工がしやすく強度があり、1枚90円という低コストだったからです。また白色の下敷きを使った理由は赤や緑を試したんですけど、白が一番硬く強度があったからです。またプロペラにバネ付き蝶番をつけ、折りたたみを可能にし、キャリアに収納できるようになっています。プロペラの利点は、パラシュートに比べプロペラはまっすぐに落下するため、回収地点の予測を絞ることができます。またプロペラを使うことで発電が可能になります。なぜ発電しようと思ったかというと、私たちの学校がある北九州市は環境指定都市に指定されています。そしてその地域の思いを観察等で形にしたいと思ったからです。作成する上で工夫した点は、中心とプロペラの一部を二重にすることで強度を高めています。筐体がどんな体勢でも姿勢が安定するように、羽の先端を細く回転するようにしました。これは、風洞実験を使っています。筐体についてです。3枚あるプロペラのうちの1枚に鏡を取り付けています。 LED、 また筐体にカメラを取り付けています。 LED を映すのと同時にプロペラを映します。プロペラを映すことで回転数と鏡に映った地上の様子が分かります。筐体には上部に LED、 スクザー、フィンを取り付け、下部に重りと衝撃吸収剤をつけています。また筐体にはカーボンを使用しています。筐体にフィンを取り付け、本体ごと回転させる総反転発電を採用しています。総反転発電を行うことで早く回転し始めるメリットと発電量の上昇を期待することができます。では学校で行った総反転発電の映像をご覧ください。キャリアの構造、仕組みです。パラシュートが開いたときにピンが抜け、キャリアの蓋が開きます。筐体キャップの効果で安定した落下になります。このようになっています。学校で行った実験です。このようにキャップが下まで落ちて筐体が出るようになっています。基板についてです。基板は Mbed と加速度センサーと気圧温度センサーとジャイロセンサーとマイクロ SD と XB を使用しています。工夫点は、センサーを詰めるだけ詰めて小型化を実現させました。ジャイロセンサーは筐体を正しく回っているかを確認するためにつけました。実際に行った落下実験です。速度のデータです。このデータから筐体が一度 0G に戻ってまた 1G に戻っているので、プロペラで減速が行われていることが分かります。加速度の X 軸と電圧のデータを比べることによって、キャリア投下時、筐体放出時、着地時が分かります。また気圧のデータからもキャリア投下時と着地時が分かります。実験していく中で、実験値を 23.47 メートルとして落下実験を行い、気圧のデータを次のような式に当てはめて計算したところ、 25.04 メートルとなったので、私たちはこの式を信用して気圧のデータをもとに高度を計算しようと考えています。学校で行った実験のデータです。自由落下の場合は 21.36 メートル毎秒になりましたが、プロペラを使うことによって 12.27 メートル毎秒と変速していることが分かります。電圧と回転数の関係です。カメラで撮影したプロペラの回転数を数えることで電圧が分かります。プロペラによる発電電力です。電圧値が電流値、発電時間が次のようなとき、発電電力が 0.015 ジュール、筐体の位置エネルギーが 40.6 ジュールだったので、これらの数値から発電効率が 0.037% だということが分かりました。学校で一番うまくいった実験の映像です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもよろしく。じゃあ、質問お願いします。こういった回転式の減速装置っていうのは前にもどっか高校でやったと思うんですけれども、皆さん今の実験見てますと風洞実験とかいろいろやってるのは分かるんですけれども、最終的にこれの降下速度って先ほどの動画の中にあった12メートルとか言ってましたっけ？それが最終的な値ですか？そうです。で、それで、降下速度でいうと地面に激突しますよね、はい、それで観察塔本体自身はどうなりますか？観察塔の下に衝撃吸収材としてウレタン製のスポンジとプチプチを入れてるので問題ないと思います。降下速度自身はもっと落とすという発想はなかったですか？実験の中ではいろんな投げ方をして落としたりしてます。で、時先生と私は機械工学科なんで晴れの形状とかを考えて、はい、その辺の工夫とか、あと今総反転でやられてますけど二重反転とかそういうことも含めて、その原則に主眼を置くのかそれとも発電に主眼を置くのかっていうのでどちらがメインですか？原則を第一の目的としています。じゃあ一人だけ理学な私がちょっと聞いていないですが、その原理原則論からいけばやっぱり原則を第一にするんであればやっぱりそもそもプロペラじゃない方がいいんじゃないのっていうようなことを僕とかだと身も蓋もなく思ってしまうんですけど、その辺はどういうふうに考えてるんですか？それはどうぞ。いや僕個人的にはこれすごい好きなんです。いや、そうです。だから僕は理学から見ると工学屋さん好きそうだなと思うんですよ。でだけど理学的に言えば別に減速するんだったら減速パラシュートでいいじゃんと思っちゃう。だから使える方でいいと俺は思っちゃうんですけど、結局工学的にすごい面白いっていうことで評価が頂戴けど多分高いんだと思うんですけども、いや実際そのあたりってどう思うんだろう。北九州市が環境指定都市に指定されていて、その地域の思いも含めてさらにその観察塔の原則装置としても使えるっていうのはプロペラだったの。例えば今発電量がものすごく発電効率悪いよね、はい、でそれはじゃあ仮にだよ、それと同じ面積太陽電池パネルが貼り付けてどっちが高いかとかそれは交差しましたかとかいう話まではやってますね。目標としてる発電効率にはまだ達してないなというところ。なるほど。はい。はい、すみません。じゃあありがとうございました。はい、じゃあ最後になりますが、海南さん、トリコ勝ち。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ始めてください。和歌山県立海南高等学校のファンサット事前プレゼンテーションを始めます。よろしくお願いします。まずミッション内容についてです。その内容は測定していたセンサー1がトラブルによって信号が取得できなくなったと仮定し、センサー2から信号を取得するプログラムにマイコン内部のプログラムを書き換えるという内容です。次にミッション設定理由です。このミッションを設定した理由は、はやぶさが行ったような遠隔操作を観察でもできるかどうかというのを試してみたかったからという内容です。次にそのミッション内容の詳細についてです。まずセンサー1を作動させておきます。でそして打ち上げ後、センサー1がトラブルを起こすと仮定します。次にセンサー2から信号を取得するプログラムを何らかの方法で取っていきます。最後に新しいプログラムによりマイコンボードがセンサー2から信号を取得し始めるというのが内容です。次にプログラム取得についてです。大きく分けて2つあります。1つは地上のパソコンからプログラムを転送する。そしてもう1つはインターネットからプログラムをダウンロードするという方法です。今回僕たちはこの2つ目のインターネットからプログラムをダウンロードするという方法を選びました。選んだ理由は、ファンサットではどこもやっていないと思ったからです。次に 3G シールドのネット接続機能についてです。3G シールドには HTTP、HTTPS の GET やホスト機能があり、Web との接続が可能です。さらに TCP/IP 機能を使って、TCP/IP 通信機能が利用可能ということになります。下が、それの詳細についての図です。HTTP、HTTPS と TCP/IP についてです。3G シールドのインターネット通信には、TCP/IP を使って HTTP 接続を行います。A の方から B にデータ送信を行います。この時、データがきちんと届いたかどうかを確認します。届いていなければ再送信を要求します。でそしてデータ受信を確認すると A の方がまた次のデータを送信、そして、届いていなければデータを再送要求して、また A からデータ再送信をします。この方法は時間はかかるが確実です。しかし、リアルタイム性が要求される観測では非常に難しいということになります。そのインターネット通信の課題についてです。3G シールドはインターネット通信にデータ送信、データ受信確認まで最大35秒かかります。これは観察では到底無理ということが分かりました。観察のリアルタイム性についてです。観察の制御にはリアルタイム性が要求されます。なぜならセンサー情報を常にログインしなければならないからです。ちなみに観察のセンサー処理は100ミリセクオーダーとなります。解決する課題としてはリアルタイム性とインターネット速度の両立についてです。つまりその解決手段としては観察に2つのマイコンを入れるということです。こうすることにより、インターネット専用のマイコンを用意することで、考えているミッションが可能となりました。その書き換えを実現するために、スクリプト言語の Ruby というものを使用します。 Ruby というのは、簡単に言うとプログラムを簡単に書き換えられる言語のことです。つまりこういう図になるんですが、センサーです。ちょっと待ってください。マイコンボード B の方は、センサー1の情報を取得しています。そこで、トラブルが起こってセンサー1が壊れたと書き込みます。その時にこの赤い 3D シールを使用した通信を、マイコンボード A が行います。ここでミッション内容の確認です。センサー1を作動させておく。打ち上げ後、センサー1がトラブルを起こすと仮定する。で、センサー2から信号を取得するプログラムをインターネットから取ってくる。さっきの7番の方っていうのはここです。そして新しいプログラムになり、マイコンボードがセンサー2から信号を取得し始めるということです。その詳細についてですが、インターネットの Yahoo Japan GeoCities というところ、下の URL から、通信から、プログラムを持ってきて、3D シールドを使用した通信をこのマイコンボード A で行うという過程です。そうすることによって、マイコンボード A ではセンサー2の信号を取得することになります。これで、後で話すんですが、B の方は気圧と温度センサーの方もの信号を取得しています。これで、センサー2の情報で気圧温度センサーの情報と2つに分けることができます。ミッションの性能についてです。センサー2のデータが取得できていたら成功となります。で、下にあるのは成功時のグラフの例です。このグラフは 0.5 秒おきにジャイロセンサーのデータをメモリーカードに取得した時のグラフになります。パーツ内容についてです。ちょっと見にくいです。一番左にある Ruby。1番 A というところにマイコンボード A がついています。で、マイコンボード A の機能は 3G シールドを使用した通信を行う、マイコンボード B に日時情報の送信、プログラムが書き換わった後センサー2から信号の取得というのが機能です。で、その基盤 A の裏側にあるのが Ruby 基盤 B になります。Ruby 基盤 B には、マイコンボード B がついています。その機能は、マイコンボード A から日時情報の取得、センサー1と気圧温度センサー信号の取得となります。で、上にあるのがセンサー1とセンサー2です。センサー1の方は緯度経度を測定しています。同じくセンサー2も、緯度経度を測定します。で、一番下にここにあります。これが気圧温度センサーです。最後にキャリアについてです。まず紙ずつです。で、大きさは直径13センチ、高さ24センチ。そして開放機構はマイコンくるみを使用し、キャリアに巻きついた金糸をニクロム線で焼き切り感を放出するという内容です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、次お願いします。システムの冗長性っていうのを考えたときに、はい、片方のシステムがダメになったときにダウンロードするっていうソフト的な方法以外は考えてないですか？そうですね。それは考えてなかったですね。よろしいですか？はい。はい。ちょっと実際の実験のやり方を聞きたいんですが、会場では結局、ネット環境とかどういうふうに考えてますか？パソコンの方からですね、パソこの方でプログラムを作成して、やっといて、まあその結局だから監視との通信は、はい、だからあそこには基本的にインターネット回線全然ないので、はい、その環境下でどういうふうに今の話を再現するんですか。そこだからもうデータがかかったところだけを検証するという話です。はい、よろしいですか。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、一応全校、発表終わったかと思います。じゃあ一旦席戻っていただいて、でちょっと、この後明日の話もするので、一旦ちょっと休憩取ります。それで50分、あんまり次長くしたくないので、50分にまでにみんな戻ってきてください。はい。今見に行って大丈夫ですか？すごいね。あれやん、ここは何やん。今こっちから見たらさ、こう傾いてるやんか。で、横から見たらこう傾いてるやんか。そっちだったらこの上の部分が見えない。そうですね。傾きとあんまり遠くしてるとこありますね。向いているのが、こっち向いているじゃないですか。じゃあ、これを変えると、こっちではここ見えて、こっちが上が見える。この傾きと中に映ってるのが、大きくして空中に浮いてるように見える。そうですね。中にあるように見える。で、これで、上から落ちてきた時の観察度の状態を、そのままこれに投影して。先輩、じゃあ一回デモをやったらいいじゃないですか。データ取れやる前のやつ、実際に取れたやつやったらいいじゃないですか。まあ、2人でしたけど。これ、リアルタイムでリレーで。リアルタイムではやらないです。リアルタイムで処理が追いつかなくなっちゃうんで、3D で4つ入れて、16レーで、まだ実演みたいな。そうですね、明日の学科のデータを使って再現ができる意味では、フルサクセスみたいな。はい。で、一応これ全部こっちにしよう。あ、でも、こっち側でプログラムまた違うからさ、違うやつでしょ。このキーを押したらスタートができないんですよ。できるけど、もう、頑張ってください。できるよ。頑張っていけちゃって、これ任せてみましょう。やっぱり電話を惜しいんで頑張りましょう。いいな。これいいぞ。やっぱりなんかだからエステしたらなんか矢印でこれから1本ずつ持ってきてほしい、取りに来てほしいので、前の方に、ロケットを取りに来る人、1人来てください、確保1人。で、後ろの方に、2人来て、ロケット2人前の方に取りに来て、で、後ろの方には、飲み物を取りに行ってください。で、これさ、これ渡すから、これめくって、電車に渡します。分かりました。じゃあこれめくって、自分のところにめくって、そのめくるやつきれいにめくるよ。それまた後で使うから。はい、きれいにめくってね、きれいにめくって俺に返してそれ。はい、まだもらってないとこ。いや、お前ら絶対10人以上いるだろう。はい。みゆにやってもらえるとすごく嬉しいんですけど。コード抜いて。コードでも延長コードから全部そうですね。はい。パラが入った。これロケットのパラが。きれいに返して。なるほど。見たいよ、ここが観察の瞬間。はい。帽子をもらいに来てください。それでは帽子。ありがとうございます。で、ノーズボーも1つ持ってて、プチプチ君はここら辺に置いて、こっちのきれいに持ってってね。今映ってますもんね、これ。はい、まだ来てもらってないとこ。倒すなよ、倒すなよ。はい、はい。あともう一個。左取りに来てると結構あるよな。おい、うち来たいなくていいのか。一個誰か持ってってないでしょ。左取りに来てないとこ一個。預かる。ノズコまだもらってないとこ。ノズコもらってないとこある。はい、はい。はい、どうぞ。カプリではなくてモデルロケットですかね。モデルロケットのことです。HTTPSエンジンって言ってたような気もしますが、去年おととし全国大会で打ち上げ機に使ったみたいですね。おい、どっか一個使い物どうぞ取りに来てないだろう。もらってない。じゃあこれもらって。で、ちょっと向いて、ちょうだい。向いて、それは口々から向いて。オッケー。はい。それからもう一個。金を取りに来て。金買いよ。はい、金。当日取り付けてもいい。おい、金取りに来たいとこ取りに来て。はい、金取りに来てないとこ。ピン取りに来て。はい、ピン取りに来て。はい、ピン取りに来て。もう一個ピン取りに来たいとこ。あ、事務所に来た。ピンもロケットも行った。はい、じゃあちょっと注目。ちょっと期待化してみて。はい、これ期待ですが、ピンは多分最初に取り付けた方が楽です。でも運ぶ時に折れちゃうから外してもいいけども、でこれね、ここにスイッチがあります。で、何もしないとこうやって開いちゃいます。で、ただこれ、ね、ちょっと微妙にローカルな違いがあって開かなかったりするとところはね、ちょっとこれ解消してほしいんだけど、でこれを取り出してください。こいつ開けたらこれを取り出して、今もし開かないところだったら開けたらこれを出して、で開くときに結構機体入れるから機体持っとけ。そうそう、機体持っとけ。機体持って開けて、機体をちゃんと持って開けて、それで開いたらこいつをここに差します。このピロッと出てるところに差します。いい？このピロッと出てるところに差します。開いたらこの2本刺しちゃっていい、刺しちゃっていい。俺が取り上げてそれでこうやって締めるんだけど、これ締めた時に最初締まりません。締まるやつもあるんだけど、それでもう一回やります。でもう一回締めて、しばらくちょっとごめん、でこうなっちゃったらしゃべから見て、でこれ開いた状態で閉じといて、前弦こうやって締めてください。それでこいつをここにもう一遍刺して、要はこれがロケット打ち上げの時にセットした状態ね。この状態で縛った状態で刺してこいつを入れます。でそうするとどっかなんか鳴り続けてるんだ。なんか止めといて一応。ネジなくなるよ。でこれね、スイッチ入れると最初3秒、ちょっと音聞いててね。これ今音変わったよね。これで発射準備完了なの。で、こうなった状態でこいつを抜くと、1、2、3、4で開きます。これ和歌山大会の人は、和歌山大会の時より1秒短くしてます。ちょっと時の様子を見て、最高点に達する速度のところっていうのは4秒ですけど、で、こんな感じで開きますので、で君らが観察と入れていいのはここね、この中の領域で、その時にここの2人も実はこいつがあるので、これに引っかからないように入れるのはどうすればいいかとか、あとフライドピーを取り付けるのはここのところに邪魔にならないようにくっつけるのは全然 OK です。ここから上を見て、ここから上はパラシュートとかロケットの機構があるから、ここから上はいじらないでください。ここから下はいろいろやっていいので、そこはいろいろ工夫してやってみてください。というのを明日までにいろいろ実施してください。でところが何回も何回もやってると電池がなくなっちゃうかもしれないから、そしたらここの電池を交換してください。はい。まあでも多分なくならないので、明日最後に向こう現地行ってから変えた方がいい。変えるんだったら。はい。そんな感じ。なんか質問。ロケットの映画賞って、はい。それで、ちょっと今完成しなかったんですが、こいつが発射台です。で、この発射台、ちょっと今未完成なんですけど、こんな感じで外枠があって、ここの真ん中のもうこれが、この字型のやつが4本入ってるんですが、今ちょっと下に塗っちゃいましたけど、これをこういうふうに、こっちもこういうふうに動かすことによって、ここの太さが調整できるのね。で、君らのやつは入れるときは、ちょっとこれを傾けて上から入れてもらって、で、一旦こうやって立てて、一回、本当にちゃんと開くかどうか抜き出しチェックをします。で、パッと開くよね。で、ここのところで、だからその時はもうこの中に入ってるから、あんまり大きく開けません。パッと蓋がちょっと開くぐらい。だからみんなが持ってくるときは、もう缶詰まってる状態で持ってきてください。そしたら一旦入れて、で、ちょっと開くよねっていうのを確認してから、もう一回閉めます。で、閉めた状態で、当日の風によってちょっと傾けます。で、傾けるときに、地方大会までは、開く蓋の方向を上にしてたんですけど、あれはどうもいかんということが分かったので、というのはこのロケットってほとんど回転しないで打ち上がるんですよ。そうすると、上に上がるときに、要は開く方向を上にしてこう傾けると、こう上がって、そのままこう上がるので、上に開いて落ちてくれないという状態になって引っかかりやすいので、今回は反対に開く方向の蓋を下にしてやります。で、そうすると上がってパッと開いて、多分そのまま落ちると思います。OK、だからみんなは明日持ってくるまでに、そう本当はね、フィンをちょっと細工して回転させればよかったんだけど、回転しないので、一旦もうちゃんと詰めた状態で僕のところに持ってくる。で、あとノーズコーンに関しては、それは向こうで僕テープを渡すので、それテープで巻いて止めるだけです。そんなに、複雑な話なんです。だからノーズコーンは全然つけないなし持ってきてくれる。はい、質問ある人。はい。で、明日ですが、9時集合で、バス出ますと。で、その時には機体は各自持ってきてください。別に大抵持っていけばいいので、3人1人で抱いていけば、2人1人で抱いていけばいけると思いますので、持ってきてください。で、それと、帰りですが、11時半に第1便が出ることになりました。なので、1段から打ち始めて、11時半の段階で終わったところが、まず帰ってもらいます。で、その後、ピストンでもう一回戻ってくるので、多分4、50分かかると思いますけども、で、最後全員、アリナスに帰ると。で、いう形になります。で、お弁当はちょっと前後するかもしれませんが、アリナスまで届けます。で、アリナス、僕は明日朝一番でも現地入りして、これセットしてなきゃいけないので、アリナスのバスに乗って向こう行ってほしいんですけど、で、降りる場所は、今日降りたバスではなくて、今日みんなが見学に行った場所。あそこまでもう入っちゃってもらって全然大丈夫なので、バスあそこまで行ってもらってください。で、そこで降りて、で、音階のバスもそこに来てもらってください。そうしないと今日みたいにみんな歩くことになるので、OK ですか？はい。なんか聞いておきたい人。カメラも一番奥の車上まで一緒についていっちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。はい、で、明日は規制特にないので、特に入って大丈夫です。それで、はい、ちょっと明日だから、風の状況を見て査定とか決めますが、テントは結局道路の上になりました。で、道路の上にあって、で、テントが多分5張あって、机が10個あります。だから、1チーム1テーブル使っていいです。で、発電機は3つ置いてあります。で、それは各自勝手に使ってもらっていいです。はい。で、ただ、あそこの場所は小さなトイレが1個だけなので、まあ、多分この人数だから足りると思いますけども、万が一埋まってどうしようもなかったら、向こうのまで走らなきゃいけないので、まあ、考えながら使ってください。はい。いいですかね。で、打ち上げの時の、はい。テーブルまで電源は来てるんですか？テーブルまで電源が来てるかどうかはクエスチョンですね。一応発電機を3つ等間隔ぐらいに置いてねとお願いしておきましたが、はい、大学生たちがそこまで気を使ってくれてるかどうかはクエスチョンです。発電機あるやろっていうことかもしれません。はい、まあでも言えば延長競馬あるかもしれないですけど、はい。あとバスは11時半が第1便で、第2便は、まあ、11時半のやつがここにアリナスを下ろして戻ってきたら第2便だから、多分12時半にはならないだろうけど12時ってことはないと思う、はい、OK で、打ち上げの時の見学はどこまで行っていいですかっていうのはちょっと当日状況を見てまた指示します。はい、はい、ヘルメットいるかいらないか、ヘルメットはね別にいらないんですけどだからいらないです。はい。いやなんかヘルメットみんなつけたがるんだけど、いやヘルメットつけるんだとフレーズにするよとかなんかね思うんですけど、ただハイブリッドの場合は結構高くまでランチ上げるからヘルメットつけた方がいいんですけど、こいつは別にいらないです。はい。いいですか。はい。じゃあそうそう。それと上松さんからお菓子の差し入れをいただいておりますが、それは今日じゃなくて明日夜みんなのおやつの夜のお供に議論のお供にしたい。